はようございます。今日はハッシュドビーフですね。これを作りました。で、僕のハッシュドビーフは人参入ってます。エンド で今日玉ねぎがないことを発見して、朝に玉ねぎ入ってないんですよね。で、ちょっと残ってたのをこっちに、これ玉ねぎスープなんですけども使いました。使ってから気がついたんですけど、で、副菜として食べたかったシューマイですね。崎陽軒のシューマイを焼いたのと揚げたので変えてます。で、もやしを添えて、ほんでデザートがこれパイナップルと、これも切ったやつが売ってるやつですね。こんな感じですね。今日は年末29日ですか。皆さんもお休みかな。これからお正月の準備とかで大変かもしれませんけども、風邪ひかないようにしてくださいね。僕はちょっと行ってきます。では、失礼します。